平野選手ロン毛だったんですけど昨日切ってきました。今日はよろしくお願いします。また応援に来てもらった時に試合に出れるように、僕も頑張りますので、今日は一日よろしくお願いします。西武ライオンズはかっこいい選手いっぱいいるじゃん。そう、中島とか片岡とかさ、平尾もかっこいいし、ええー、じゃないの。でも西武で一番かっこいいのは大島です。大島選手は球場で大島くんとか全然言われないです。おじさんから大島ーって大島しっかりやれーっていつもやじられてます。それでも頑張ってます。最後に一つだけちょっとね、平尾選手が言いたいことがあるんですけど、やっぱ一人じゃ何にもできないから、人間は。野球選手もそう、みんなで力を合わせて何かをやるっていうのを必ず忘れないでほしいですね。わかりました。体操を担当させていただきます、平尾です。体操体験に開け。深呼吸。さあ、平尾選手。おお、いいよ、いいよ、いいよ。また毎年ね、5月のゴールデンウィークにみんなをね、招待できるように頑張って一軍に残って、チームのために頑張りたいと思います。以上です。